はい、皆さんこんにちは。今日はですね、エアジョーダン1ですね、ローカット、エアジョーダン1のローカットですねを購入してみましたので、早速見ていこうかと思います。はい、でこのカラーですね、皆さんご存知だと思いますけども、いわゆるエアジョーダンの、ジョーダンカラーですよね。赤、ブルズカラー、赤と黒と白、いわゆるブルズのカラーで、今エアジョーダンってね、多分いろんなカラーが出てますけども、やっぱりエアジョーダンといえばブルズカラーっていう人が多いんじゃないかなと思ってですね、早速この靴を買ってみました。で結構このエアジョーダン1ですけども、色によって値段が全然違いますよね。皆さんご存知だと思いますけども、ちなみにこのジョーダンカラー、ブルズカラーのエアジョーダンはローカットですけど、ナイキのオフィシャルサイトで買えばですね、まあほとんど売り切れなんですけど、15,400円かな、定価で一応買えます。で一応これはローカットなんで、エアジョーダン1のハイカットの方が16,500円じゃないかな、今多分最新の値段はそんな値付けだと思います。ただですね、このエアジョーダン、ローカットのこのブルズカラーですね、赤白黒のブルズカラーに関しては値段が結構高騰してまして、まあナイキに関してはスニーカーに関してはですね、いろいろプレミアム価格がついてすぐにですね価格が上がってるんですけど、23,000円とか25,000円ぐらいですかね。僕はこれ24,000円ぐらいで買いました。なので通常のいわゆる定価よりもですね、まあそうですね、9,000円、約10,000円ぐらい高くプレミア価格がついているような状況ですかね。まあ当然ですよね、まあ、エアジョーダンも長らく、もう30年40年、どのぐらいなんだろうな、続いていると思うんですけども、やっぱりローカットよりもハイカットの方が多分ちょっと人気なのかな。多分ジョーダンカラーのね、ブルースカラーの、まあ、初代のモデル、いろいろこうリニューアルされているので非常に人気だと思うんです。これは本当に最新のモデルなので、まあ、結構リニューアル後、まあ、23とかこうやって背番号とかここに入っていたりとかですね、普通はしないので、あとロゴもこのジョーダンのロゴじゃなくて本当はナイキなのかな、ここね、昔の普通のオリジナルのナイキのエアジョーダンは多分そうだと思います。ただまあこの辺のステッチの感じ、エアジョーダンって入ってるバッグのバックロゴステッチの感じだったりとか、非常にかっこいいですよね。もうやっぱりこう赤黒白ブルズカラー、非常にね、やっぱりこうジョーダンっていう風に一目見てわかるっていうのがですね、やっぱ素敵ですよね。で、あとまあ基本的にはですね、いろんなこう用途に使えるかなと思います。まあ、確かにこう赤黒白なので、非常にですねストリートっぽいこう服装以外はなかなか合わすのは難しいと思うんですけども、ストリートの格好をすればですね、このエアジョーダン本当にまあパーカーとか着て、で、まあ、下はちょっとダボっとしたパンツかながいいかな、まあ、チノパンっぽいのがいいんでしょうかね、がいいかなと思うんですけども、パーカーにニットキャップで、そしてまあダボっとした感じの、ボトムにこのエアジョーダンを履くのが、ブルズカラー履くのが一番王道でいいかなと思います。まあ、僕もなかなかそんな格好しないですけど、このエアジョーダン1、このブルズカラーを履くときはですね、そういった格好に、ストリートっぽい格好にチャレンジしたいと思います。まあダンスとかね、あとスケボーとかね、そういうのに非常に相性がいいんじゃないかなと思うので、僕もですね、スケボーはですねたまにやったりしますので、その時に履いてみたい靴であると思います。はい、ということで非常に美しいですよね。なんかね、見ていてね、結構幅広なんですよね、エアジョーダンってね。なんであんまりこう僕みたいな幅が狭い靴は結構きついんで、きつい人でも余裕を持って履けると思います。ここのね、ここが赤で白、ここが白、ベースが白で総刺繍は黒、そしてさっきもお見せしましたが、裏にバックロゴにエアジョーダンの刺繍、レースは白にしてもいいかもしれないですね。今黒がデフォルトでついてますけども、非常に美しいスニーカーだと思います。なのでぜひ本当にジョーダン好きがいらっしゃいましたら、ナイキ好きというよりもね、ナイキのエアジョーダン、もう本当に掃除でスニーカー好きだったら一足は持っておきたい、まあ、飾っておくのもいいかもしれないです。インテリアとしてもね、非常に映えるかなと思うので、履いてもよし、飾ってもよし、眺めてもよしの、ナイキエアジョーダン1、ローブルズカラーをちょっとレビューしてみました。